はナマステ、ご紹介いただきました、杉並区の、区議会で副議長を務めさせていただいております渡辺副長でございます。10回目ですね。本当に長く続いて私も毎回、楽しみに来させていただいております。今日も本当に子どもたちの、可愛いそして素敵な笑顔に包まれながらの演技を見ていると、日頃のですね、嫌なことも全部忘れてしまうような、そういう思いです。毎回本当にスタッフの方、先生方がですね、一生懸命頑張って子どもたちにこうやって素敵な演技を、指導して、そして発表の場が今日だということで、楽しみにしてまいりました。話は変わりますけれども、本当に、ご家族の方、大変な状況がですね、今いろいろあります。ウクライナの問題だとかコロナ、そして物価高、日本の中にいらっしゃっても大変なご苦労をされているんじゃないかというふうに思っております。杉並区にお住まいの方につきましてはですね、本当にできる限りのことを今進めておりますけれども、もう少し我慢してなんとかこれを乗り切って、そして素晴らしい未来が開けるように、私たちも頑張りたいというふうに思います。また今日は大使館か杉並へようこそおいただきましてありがとうございます。よろしく思います。日本とネパールが、そして、杉並と、ベストインターナショナルスクールジャパンがこれからも末永く素晴らしい関係で、そして、将来を見据えた大きな発展があることを、ご記念いたしましてご挨拶とさせていただきます。本日はお招きいただきまして誠にありがとうございました。ナマステ。ナマステ。 Thank you. ありがとうございました。 So to break this again, I would like to invite our co-host